サーフェンシーサーしかないぐらい、はい、端っこ、はい、ザ・グローリーペンギンで、はい、ね、ケーキって子供っていう意味ですもんね、ハワイ語でね。ほら、これ見て。もうすでに可愛い。これ見てください。これこれ。いやー、これ可愛い。ね、ワンって。ハレイワハワイって書いてある、ちゃんと。ね、あ、ハレイワだよね。ハレイワで見てよかった。これをポンって子供に着せて、もうそれでタオル地だからね。これも車で帰れますね。可愛い。これじゃあちょっと早速中を案内してください。はい、見てみましょう。かわいいな。ここはあのステップ1個下がってるので気をつけてください、ね、はい、あ、本当だ。なるほど。はい、はい、見て、かわいいでしょ。わー、かわいい。やっぱりなんかキッズものってかわいいですね。夢の世界って感じ。本当、夢の世界。ここお店の 80% ぐらい、うん、90% ぐらいかな、あのもうハワイで作ってるものなんですよ、うん、なのでここでしか買えない、うんうんうん、かわいい、あのハワイのものが。これとかかわいい。これもハワイのオリジナルっていうか、こうハワイのデザイナーさんが作ったやつなのかな。かわいい。メイドインハワイって書いてあった。かわいい。かわいい。お花もついてくるんですかね。お花別みたいですよ。これね。あ、ほら。髪の毛。髪の毛にもつけられるし、こうやってドレスにもつけ。あ、かわいい、かわいい。かわいい。なんかすごい。すごい、ゆうこちゃん童顔ね。はい、よく言われます。なんかここの中にいても一瞬違和感なさそうな感じよ。もうちょっとサイズが大きくて綺麗かな、みたいな。ちょっとこれ見てかわいい。ちょっとぐるっと回っちゃいましょうか。じゃあこっちに行きましょうね。あ、なんかぬいぐるみとかもなんかかわいいのね。肌触りが良かったりね。マーメイドとかも。あとほら、男の子と女の子でこういう風にドレスとアロハでセットにね、ペアにもできるかも。これかわいい。ちょっとこれよけさせてもらって。これほら、裾のところが2段になってる。かわいい。これハメリンハワイアズワー。いやー、これも全部ハワイで作られてるそうです。 It also comes in different fabrics。 あ、ほんとだ。ちょっと見たい。どれどれ。違うデザインでもあるみたいですよ。かわいい。私切れる。切れそう、切れそう。She can wear this。 これかわいい。裏はどうなってるんだ。ここだけくっついてるのね。ここがね、裏はこういう風になっているから、ここがこういう風に二重になってる感じね。え、 Is this all handmade? Handmade? 全部手作りだ。 Grandmother makes them for us. Little grandmother. And she puts our label inside our store. So it's all your store original? Only. あ、ここのお店だけでですって。ほら見てください、ここに The Growing Cake ハレイはハワイって入ってるんですけど。おばあちゃんが作ったの？おばあちゃんが作ってくれた。これは、It means, yeah, it means only she made only one. Yes, はい。一点もの。一点もの。One of a kind. Wow. Very special. かわいい。おいくらぐらい？$62。$62。ねえ、かわいい。これは結構ほらプレゼントとかにもいいよね。ですよね。なんかか、本当だ。いろんな柄がある。ピンクもあるよ。ほら、こんな風に。同じような感じですね。かわいいね。子供服は本当にかわいいな。止まらなくなりそうなんです。いろいろ見て回らなきゃね。こっちには多い。はい。These are hula sets made by mom down the street. So little top. フラセット？フラセット？ハウセ。本当だ。超かわいい。超かわいい。超日本語さすがしてお店の人。こういう感じですかね。これかわいい。でトップスにして、これフラのパウスカート。これはねえ、お子さんでフラやってる子も多いから。Same thing. Growing cakey exclusive. わー。はい、本当だ。またオリジナルですって。Growing cakeyのオリジナルです。ねえ、どうせだったらあのオーナー？オーナー、You are owner, right? Manager. あ、マネージャーのエプリルさんです。なんかご紹介遅れました。Speak a little Japanese? 少し。あ、ね、少し。ちょっとこんにちは。超かわいい。超かわいい。超かわいいってことは。また来てね。また来てね。また来てね。商売上手ですね。上手上手。かわいい。他
他になんかちょっと行ってみる。こっち男の子の行ってみましょうか。男の子のも可愛いですよね。可愛い、このあこれパンツとセットなんだ。可愛い。ハメハメ可愛い。本当書いてるよ。ワイベアベイって書いてるよ。ね、ちゃんと。可愛い。超可愛い。超可愛いね。お気に入りフレーズ。クイックシルバーの。あ、クイックシルバー。BB ラインですか？このほらハワイオリジナルってことだよね。ハワイデザインって言えばいいのかな？クイックシルバーの。こんなのあるのしてました？お店が、ノーショーにももう一個、クイックシルバーの大きなお店があるんですけど、スペシャルハワイ。わー、本当だ、これもクイックシルバー。子供のラインっていうんですか、はここが一部品揃えが一番豊富なんだ。Very cute。かわいいね。本当男の子のもかわいいね。ほらこっちにちょっと見てもらおうか。ここにね、ほら T シャツにこのパンツとかもあるんですよ。これもクイックシルバーで。かわいいね、やっぱ男の子のものも。あと、ショーク、海に入れるやつ。海にも入れるし、街中でも大丈夫？こんなのが本当にあの大人の人のミニチュア版って感じじゃない？かわいい。これは結構ママパパミニチュア。ラッシュガードだと思う。これラッシュガードなの？UPF って、UPF なのこれ？何 UPF って？紫外線。紫外線は UPF じゃなくて、ね、UV とか UPA とかじゃなかった UPA はここカットですでも UPF50 でこれとりあえず紫外線系すごい。 UPF 50+ That's the sun rating for sun protectionThe UPF rating, yes. Really? They should still wear sunscreen, safer, but yes, so it's good sun protection. So it's like here to all the way down? Yep, how wherever it covers. They make separates too, just a little t-shirt. And then they also make hats.日焼け止めいらず、日焼け止め塗った方がいいみたいなんですけど、このね着てる部分は、ちゃんと紫外線防止になってて、カバーしてくれるって。すごい、そんなのがあるんだ。大人にも欲しい。こっち行くと、まあ絵本があったり。本当だ、お洋服だけじゃないんだね。なんかおもちゃも本当、なんか奥におもちゃもある。こうハワイいっぱい、ほらデュークズオリンピックフィートとかね、こういうハワイならではの絵本もあるんですね。子供が読める気持ちになってる。取れる？ちっちゃくてね、私。取れるかな。取れるじゃない、見れるかな。どうだろう。ちょっと開いてみます。絵本かな。あ、大人が読み聞かせる感じかな。そうですね。ね、これだったら大人も楽しめる。本当だ。英語の勉強にもなるし。確かに。サーファーのパパママは。ぜひハワイの勉強にもなるし、あ、これいいかも。面白いね。デュークスオリンピックフィート、こんな本もありました。よしよし、この奥が、はい、遊び部屋。遊び部屋、アクティビティボックス。あ、そうなんだ。あ、プレイルームみたいになってて、そうそうそう、子供連れでお買い物来た時に、ちっちゃいお子様じゃここで遊んでって。ここにあるもの全部使っていいの？ここだけかな。これは多分そちらは商品で、こちらのを使っていいのかな。ここで子供たちがプレイするんですよ。 While mom and dad shop。 かわいい。これ知ってる？なんかこういうさ、包丁みたいなの入れてさ、包丁入れたらこうやって切れちゃったみたいなやつ。あ、ナイフあった、あった、あった、ナイフ。Thank you。 知ってる？これこうやってこうやると切れちゃう。こういう流れ楽しい。やった、褒められた。そう、これ結構楽しいんですよ。これ木でできてるからね、すごいなんか優しいんですよ。音もね、かわいいですね。かわいい。 And most of the books we carry are from Hawaii. Can only get in Hawaii. Very special. Some are autographed, signed by...これは売り物？これは売り物で、なんかサインパイ。わあ、本当だ。Very special。ここにある、ここで売ってる本は全部ハワイの
みたいなんですね。で、ハカミオニハティソンオブグラウンド。We know she lives down here on the North Shore. Yeah. このとサーフズアップフォーキモっていうこのシリーズ、今のサインがあるやつね。本を書いてくれてる人がもうノーシュアにいて、なるほどね。ここで買うとさっきエイプリルが見せたみたいにサインサイン付きで買えるんですね。なんかノーシュアってそういう地元の人がすごいこう地域を応援してる感じがあっていいよね。なんか強いですね。ね、そう絆が強い感じがするすごく。ああ可愛い。ねえどうでした今日の参加。ねえちょっとねもう一回回ってきていい？はい。今度自分のお買い物モード。ね今度お買い物モードでね。Thank you so much. Yes, thank you so much. You come back and you visit me. Okay. 待ってきて。出た、フェイバリットワード。また来て、バイバーイ。Thank you. バイバーイ。すごい、かわいい。見て見て、メイドインハワイ。まるでこのベイビーがメイドインハワイみたいじゃない？そしてハネムーンベイビー、いいかもいいかも。ハネムーンベイビー。でもってね、でもってこっちはメイドウィズアロハ。すごいでしょ。ね。アロハラブと一緒にできてますよっていうこんなのを着てた赤ちゃんがいたらねもう可愛いなね本当本当ちょっとなんか colors for boy girl oh yeah 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 red, green, そうねそうね男の子でも女の子でもね関係なくね、赤と緑であとなんかさっきゆうこちゃんまた可愛いもん見つけたって言ってた可愛いこれ何パンツ普通におむつカバーだってあおむつカバーなんだそうでなんかね、ここの会社はこういうのいつも作ってるんだけど、ここ専用にアロハっていうのを刺繍してもらって可愛いタスあなるほどねあこういうことねこういう風にしてちょっと見えてもいいんだ可愛い可愛い可愛い超可愛い可愛い very sweet ちょっとね、止まらないね。The Woolly Brothers in Wailua make this for us too. また違うハレイワのアーティストが作ってるみたいなんですけど、かわいいね。なんかもう見れば見るほどかわいい感じがするんだけど、止まらないね。本当だね、止まらないね。どうせだったらエプリルさんも。When you gonna have a baby?Not, I'm favorite auntie. I don't know how to say auntie in Japanese, but favorite auntie. Not yet? Not yet, no. Well. I shop for all my friends. Very popular. to parties and stuff. But one day, you come back and you visit me. Maybe a little while. Okay. Yeah, dressed around, running around. oh, thank you so much. Thank you so much. Aloha. Come visit me anytime. Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. Aloha. Bye.